ね、たまに建築中にとか、たまにこうなると思うんですが、これどうやってやるかと言いますと、まず、治るボタンは一応ダッシュで治ります。まず、前に動きながら、ダッシュボタンとしゃがむボタンと、その殴るボタンを、3個、同時に押したら、さっきみたいになります。ダッシュみたい。ダッシュみたいになってるでしょ。歩いてんのにさ、こうみたいになってる。その、遅い版みたいになった。そういうバグができます。もう一回やります。これね、ちょっとできるの大変なんで。はい。あ、できました。これだね。これね、ちょっとね、ちょっとかっこいいんだよ。こうやってできてさ、なんか建築中にもできるから。こうやって建築中にもできるので、なんか、かっこいい。かっこいいというか、すごい。で、これ、ちょっと面白いことがあって、あ、これ、いけるのかな？ちょっと待ってよ。あ、そう、これ。これをしたまま、あれ、グライダーとか、ジャンパーとか乗って、飛ぶと、なんか、飛んだままで、なんか浮いてるみたいになります。どうやねん、これ。浮いてる！浮いてるぞ、みんな！あー！あー！え？浮いてるぞ！バグです。今回の。ぜひ、試してみてください。直し方は、一応、ダッシュなので、ダッシュしたら直ります。なので、皆様よ、ぜひやってみてください。やってみてくださいというか。なんか、スライダーでね、なんか、グライダーで飛ぶとすごいことが起きるので、皆さんもやってみてください。じゃあよかったらチャンネル登録とグッドボタンとあとコメントもよろしくね。バイバーイ。